ラサール石井氏、能登半島地震で日本が大変な状況だというのに陰謀論を炸裂させる。ラサール氏、おいおいこの人本気か？立憲が政府批判、山本太郎氏の被災地訪問は前から変わらぬ行動、トンチンカンでも何でもない、共産党に対しては訴えられるレベル、こんな情弱ネトウヨ中傷、顔と肩書き晒してまで、これ山本太郎叩きの大号令がどこからか出てるな、それに向かってお褒めに預かるために必死のやから。山本太郎叩きの大号令？何言ってんのこの人。こんな姿で被災地に行ってるけん批判されてるんやないの。要するに多くの人に山本太郎のこの行動がパフォーマンスに見えている。だから山本太郎叩きが起きている。ただそれだけなんじゃないの。